大学時代に国民年金保険料の納付を免除してもらっていたのですが、今後追納した方がいいと思いますか？ちなみに、ひろゆきさんは大学時代の国民年金納付を納めたでしょうか？僕、遡れる限り全部払ってますね。言えてなかったね、今ね。国民年金納められたでしょうかってやつで。年金って確か25年とか払わないと、お金もらえないんですよね。一応なんか少ない金がもらえるのかな。なので、フルで払った方が得で、なので、早めに25年まで払っちゃった方が、もらえる額増えるんですよね。なので、お金があるんだったら、遡ってでも流行った方が得です。払った方が得ですよっていう話です。はい。こんばんは。SES 企業で働く25歳男です。コミュニケーションが苦手で、チームで自分だけ打ち解けられず、また仕事も遅いこともあり、居心地の悪さを感じています。とりあえず技術的なチームでチームに貢献できるよう勉強しています。努力の方向性はこれで合ってるでしょうか？周りの同僚に聞いてください。結局、自分がやってることが正しいのかどうかっていうのは、周りの同僚が決めるので、僕が決めるんだったら、それは僕が正しいよとか間違ってるって言うんですけど、同僚が決めることなので、合ってるかどうかは同僚に聞いてください。コミュニケーション能力高くなくても、これやってて合ってる、間違ってるぐらいは、日本語通じれば聞けるので、なのでそれで聞いていただければいいんじゃないかなと思います。共通テスト諦めたっていうコメントがあるんですけど、なんかコロナになると、共通テスト受けないでも、なんか二次試験いけるらしいですよ。なので、今からコロナになっちゃうといいんじゃないかなと思います。はい。多分なんかその試験共通テスト厳しいっていう人が、コロナになりたいっていうので、コロナ移してあげるよっていうサービスが、多分5万円くらいで5万払ってもコロナになりたいっていう人いると思うんですよね。なので、今コロナの人はそうやって周りからお金を取るといいんじゃないかなと思います。依存してた不倫相手と別れました。乾杯。お疲れ様です。別れられたんですね。おめでとうございます。初コメです。現在社会人3年目、23歳専門卒です。資格としては TOEIC 840点、英検準1級を持っており、大学に行きたいなと思っております。資金などは溜まってますが、友人から勧められ青山学院を受験したいと思いますが、ひろんきさんはどう思いますか？僕はひろゆきという名前でひろんきさんではないんですけど、別に青山行きたいんだったら行けばいいんじゃないですか。なんか行きたい大学が特にないんだったら、友達に勧められたので全然いいと思いますよ。で、多分東京在住の人だと思うので、渋谷とか便利なところにある大学に行った方が大学通いやすいと思うんですよね。多分社会人やりながらなので、八王子にある大学とかにしちゃうと、仕事の後行くとか、大学行ってから仕事に行くとかなかなかできないので、なので、青山とか、上智とか、都会にある大学の方がいいんじゃないかなと思いますけども。福岡親不幸通りの C 社です。先日はお写真の許可ありがとうございました。お話にあった通り、店頭にひよりさんとひろかないさんの看板を設置しましたが、少しの反響もありませんでした。悲しくてお二方に申し訳ない気持ちでいっぱいです。とはいえ、さすがにリーチが少ないのだと思うので、ひろゆきさんはじめ皆さんにも Twitter にもすべて考えたので、C 社アングラと検索の上、ご感謝いただきたいと思います。これね、僕2440払ってもあんまり意味なくて、ひろゆかないさんの写真を看板に使ったのにお客さんが来ません。どうすればいいですかって、ひろゆかないさんに送ると多分反応してくれるんですよ。で、ひろゆかないさんのフォロワーがそれを見るっていう状態になって、何人かは福岡住んでる人いると思うんですよね。で、ひげおやじさんは基本的にファンなんて一人もいないので、なんでひげおやじさんの写真を使ってますっていうのをひげおやじさんに送ったとしても誰一人来ないと思います。春に生まれてくる子供、かっこ女の子の名前を考えてるんですが、つけたい名前が少しキラキラネームになっています。ひろゆきさんがおっしゃる通り、キラキラネームをつけると子供の人生に悪い影響を与える可能性が限りなく高いことは承知なのですが、キラキラネームをつける側の立場になって、キラキラネームはダメだよと言って、ひろゆきさんの説を破っていただけないでしょうか。別にその子供は困らない自信があるんだったら全然いいと思いますよ。その要は、子供にキラキラネーム的なものをつけると、就職厳しくなったりするよねっていう話で、例えばじゃあ、なんか普通のじゃあ、なんか、翔子さんっていう人と、そのなんか、あわひめと書いてアリエルっていう人がいて、どっちかを取らなければいけません。で、成績は似たようなものですっていうのだと、多分この親って頭おかしいよねと。なので、なんかあった時に、そのなんか、親がなんか怒鳴り込んでくるとか、頭おかしいことやる可能性があるので、そのあわひめと書いてアリエルっていうのを取らなくて、証拠を取ろうみたいに、要はリスクを取らないような会社であれば、そういう判断をしてしまうんですよ。佐藤ピカチュウとかね。っ
ていう話で、なのでキラキラネームって良くないよねっていうのが僕基本的には言ってるんですよ。で、ただそれを言うとキラキラネームの子供がかわいそうっていうので、あの反論もあるんですけど、僕がそのキラキラネーム良くないよねって言ったおかげでキラキラネームをつけなかった親っていうのも存在すると思うんですよね。なので結果的にキラキラネームになる子供が減って被害を受ける子供が減るよねっていう話なんですけども、ただあの自分の子供にちゃんとスキルをつけて優秀に育てる自信があるのであれば別にキラキラネームでもいいと思うんですよ。例えばじゃあその東大卒で学生のうちになんか弁護士資格を取りました、名前はアリエルですって言っても何の問題もなく就職できると思うんですよ。要はちゃんとスキルがありますっていうのがあれば、別になんか名前は変でもこの人優秀だよね、なので別にそんな優秀な人だよねで終わりなんですよ。なんか問題は優秀じゃないのに名前が変っていうことなんですよね。なのであの変な名前をつける以上、そのリスクがあるよねっていうのが分かった上でそれを乗り越えるぐらいのスキルだったりとか、まあめちゃくちゃ可愛いとかね、要はあの変な名前でも可愛かったら採用されるんですよ。なのでそういう感じで、あのなんかすげえスタイルがいいとかっていう何かそのスキルをちゃんと身につけないと将来きついよっていうのがあるので、なのでその覚悟を持ってお子さんを育てればいいんじゃないかなと思います。